さあ本日はですね、東京ビッグサイトで開催されるビューティーワールドジャパンに来ています。まあ、ビューティーワールドはですね、あの美容業界の関係者が、集結して、でもこう出展したり、こういろんな新しい商品を、体験する、まあ、こんなイベントになってます。かなりのビッグイベントですね。でも結構僕 の、 あの知り合いの美容師さんたちもあのかなりたくさん来てるんで、ちょっと会いたいなと思ってます。じゃあちょっと早速行ってみましょうか。僕がですね、本日こちら、キヌージョさんのブースでですね、うちのあのハサミと、ウィッグの体験会をさせていただくということで、キヌージョさんのブースに来てます。イベントですよね。イベント、そうそう、 YouTube でも、そう YouTube で告知。結局あれは集まったんですか？結局、はい、集まりました。秒で埋まりました。おしゃれよね、めっちゃブース。おしゃれですね。なんかかなり目を引くブースですよね。ね、VR の体験会も、あ、そうそうそう、ね、VR で、あれすごいよね。すごいですね。めっちゃリアル。美容学校に入ってくるみたいで、これから。いや、なんかすごい教育が革新しそうですね。あと、リュウ君もいる。京極さん目立つよね、ほんまに。またちょっと後で話しかけましょう。そうですね、はい、また話しに行きましょう。でですね、今回はこんだけこう美容関係者がいるんで、アンケート取ってみたいな。すごい人数ですもんね。業界の人しか入れないですよね、このイベントは。そう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 。こんだけ美容業界の人が集まってるんで、美容のプロから今最も注目を集めて支持を受けているドライヤー、最強のドライヤーをアンケート取りたいなと思います、ね、これだけ人数が集まってるので、なるだけいろんな意見を聞いて、まあ本当1位を決定していきたいなと思ってます。プロたちがここまで集まる時ってやっぱなかなかないんで、ちょっとかなり貴重な、なんか意見が出るのかなと思ってます。お、ゴーさんだ。お、こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、今ちょっと前段を取ってました。はいはい、あ、いや、全然全然大丈夫です。イベントの参加者さんでした。はい、ですね。あ、もう来ていただいて。来ていただいてました。もうなんか初めてお会いしたのにもう友達でした。確かに。はい。まあ今回ね、せっかくキヌージョさんのブース借りるんで、まあアンケートはしっかり取るんですけど、まあ全員にしっかりキヌージョさんを PR してから帰りたいなと。感謝の。感謝の。感謝の PR。ブースで、だってタダで。いや、そりゃそうっすよ。ね。まあ今回ですね、こんだけ人が集まってるんで、ドライヤーの企画も出すんですが、次ちょっと別動画でアイロン版もアンケートを取っていきたいなと思ってるんで、まあドライヤーとアイロン、これ別で出しますんで、それもちょっと別企画で上げていきたいなと思いますんで、ぜひまた見てください。いましたね。いますね。京子さん。もう写真撮ってくださいラッシュじゃないですか。でしょうね。ですよね、ですよね。大人気。多分、最も SNS でよく見る美容師かもしれないね。僕も写真撮ってもらっていいですか？ラグジュアリー。いいですか？入った。はい、いきますよ。はい、ジュアリー。はい、ラグジュアリー。ゴーさん最高や。来てた来てた。いや、嬉しいよ。 YouTube 嬉しい。あ、マジですか？はい、あ、あれだ。ゴーさんの友達、昨日めちゃくちゃ来ました。来てくれた。はい、めちゃくちゃ来てくれた。いやいやいや、やっぱ宣伝してくれて。いやいや、ありがとうございます。アンケート一瞬いいですか？はい、いいですか？ご職業は美容師です。あ、美容師さんですね。はい、ですよね。はい、で、プロがおすすめする、最も今人気のドライヤーといえば、個人的な。個人的な、はい、リファとかあリファあが、はいはい。あ、マジですか？はい。まずまず大阪から来たんですよ。まずお名前と、ご職業を聞いていいですか？あ、はい、中村龍太です。はい。はい、で、一応美容師をやってます。はい。はい、一番、まあ、好きなドライヤーか、うん、好きかもしくは有名な。有名な。うん、でも、やっぱりその私の中で、うん、一番最初に、うん、携わったというか、はいはい、思い入れがあるのはやっぱノビーさん、はい、のノビーのワイヤーは正直言ってコストパフォーマンスもいいしみたいな、ね、というところはありますけども。なるほど、はい、いや、ノビーさん、ノビーさんのいいところは、あ、でもやっぱりワット数普通に高いですよね。ワット数高いですし、はいはい、やっぱりお値段も、はい、やっぱりまあ手頃、かなり手頃だと思うので、はいはいはい、
あの私こう美容室やってるんですけども、はいはい、やっぱり息導入しやすいですよね。ああなるほど、はい、それはね分かる。キヌージョさんいいっすよ。今日ぜひ今日はあの今日はあの、はい、僕キヌージョさんで13時からちょっとあの体験会やるんですよ。あ本当ですか。ウィークのまたよかったら、はい、チラッと顔出していただけたら、はい、すごい。いやキヌージョです。はじめまして、はい、あビューティーワールドの、運営の方ですね、吉原さん。ズバリ一つ聞きます、はい、吉原さんの一番好きなドライヤーは何でしょうか。私はレプロナイザーが好きです。あレプロナイザー、はい、やっぱり手触り違いますか、はい、手触り違いますね。もうなんか一回使ったら戻れなくなっちゃうぐらい、はいはい、何 D 使ってます。私は 7D で 27D が欲しい。 27D ちなみに、はい、あの僕 27D も使ったことあります、はい、はい、あでももうすごいサラサラになりますよ、ね、はい、本当ですか、はいはい、羨ましいです。いいっすよね、はい、いやあれだし、あのキヌージョさんわかりますか。あもちろんです。あ、はい、あの多分結構今人気急上昇中なんで、はい、あのぜひあのまたよかったら使ってみてください。ブースあるんで、はいはい、はい、ありがとうございました。ちょうどあのサロンの虎 の, あの挑戦者で出ていただいたあの新井舞さん、京北さんのブースに、そうそうブースにいたからびっくりして。もうこのロングヘア、ね、ズバリ聞きたいですよね。そうですね。でご職業は、アイラッシュのプロ、プロ中のプロです。そんな新井さんが使う今一番自分が好きなドライヤーズバリ何でしょうか。ヘアビューザー。あヘアビューザーです。すみません、ど忘れしました。ヘアビューザーのドライヤ ー, イヤー何 D 使ってますか。 3D。 あなるほど、今 27D まで出てるの知ってます。そうで、それが良すぎてずっと使ってる。じゃあ壊れてないですね。あらら、またアップデートしましょう。ちょっと高いですよね。そうですよね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。江崎さんにやっちゃいました。いやあの通ってたらもう郷さんの顔すぐ分かりましたね。あの看板より目立つっていう。いやキヌージョさんのブースに合ってないですよね顔が。もうてかキヌージョっていうメーカーかと思いました。やばいですか。ゴーさんの方が強い。江崎さんもさっきマーブのブースでね、はい、ちょっと喋らせていただいて。これどこに回すんですか。いやいやあれうちの YouTube です。ああ、はい、ベロちゃんです。ソフトオンデマンド。そういやベロちゃんです。まあ江崎さんはねもうなんかイメージと違ってめっちゃおもろい人なんで。僕マジで江崎さんがこんなおもろい人だと思ってなかったんです。いやもうちょっとねブースではなかなか面白いことはあんま言えないですけど、はいはいはい、ちょっと後で見に来てください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい後ほど、はい、ありがとうございます。まさにズバッと何でしょうか。キヌージョさんしかないですね。おマジっすか、はい、おキヌージョ、ね、キヌージョ、はい、おあのズバリ今美容師さんにお伺いしてるんですけど、はい、人気のドライヤーといえば、はい、人気というかあのいつもサロンのトラ見てるんですけど、はいはいはい、サロンのトラであの今紹介されてる、はい、キヌージさんのドライヤー の, あー、うん、あの形状が新しくて、はいはい、そのサロンのトラで見たんですけど、はいはい、それが気になって今日来ました、はいはい、あそうなんですね。あそうです。それで今日来たんですけど、はいはいはい、あの美容院の今使ってるのがノビ使ってるんですけど、はい、ノビ、ああなるほどなるほど、あのお店の変えようかなとか、はいはいはい、まあ、いろんなのを見に来ようかなと思って、まあ、来たんですけど、広島から。おー、キヌージョさん出ましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。中翔吾。はい、中翔吾さん。あ、美容師さんですね。はい、あの、今ですね、あの、美容師さんがおすすめする、はい、あの、人気のドライヤー、ズバリ、何でしょうか。お聞かせください。リファですね。あ、リファ。はい。おー、やっぱ認知高いですね。ありがとうございます。ありがとうございます。土屋で、はい、美容師をしてます。あ、美容師さんですね。ズバリ何でしょうか。おすすめドライヤーといえば、ヘアビューロン の,、はい、あのレプロナイザーです。あー、何 D ですか。僕が使ってるのは 4D なんですけど、 4D、 あだからなんか新しいのもすごい興味あって、どんどん出ていってますよね。そうなんです。いやちょっと出会っちゃいましたよ。お久しぶりです。嵐くんに出てますよ。そう、あ、そう、昔一回アシスタント1年目のカットで、今ね、嵐ちょっと東京で働いてるんですけど、東京ビッグサイトで嵐とまた再会してしまいまして、はい、お久しぶりです。お久しぶりです。いや、頑張ってるね。いや、もう、なんとか。美容師さんから一番人気のドライヤー、まあ、このアンケートをしてるんですけど、嵐推しの、推しですか、推しの推しドライヤー、推しドライヤー、僕は普段ノビを使って
ってるんで、まあ伸びが一番手に馴染んでる感はあります。まあ、ああなるほど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 。うちでもさ、ノビーも使ってたもんね。はい。まああとレプロナイザー。あーレプロナイザー。なるほど。人気っすね。彼も、はい。サロンが復元ドライヤー使ってるんで。あ、復元ドライヤー。ああ。まあ結構サラサラなる。ああ。復元ドライヤーも一時結構復元ドライヤーかレプロナイザーかみたいな感じの時期がありましたよね。なるほど。ありがとうございます。出てますね。お父さんに言えなくて僕に伝わったんですけど、これあのマーブって言って、めちゃくちゃ効きますよね。めちゃくちゃ効く。高木さんも入ってるし、なんかめちゃくちゃいい。ちょっと僕詳しく、どんななんかマイクロバブル的な感じ。長戸さんも、マーブめちゃくちゃいい。マイクロバブルジャパンです。若しが短くされ、大変有名人が来てお越しがました。島原剛さん。ちょっとマジです。やばい、ちょっとやってください。ちょっと一瞬動画待ってますけど。お父さんに来てもらいました。皆さん、サロンの虎を見られていらっしゃると思うんですけども。ありがとうございます。実際にチャンネルでですね、はい、皆さんは皆さん見たことがある大変有名な方にちょっと今マーブ体験しに来ていただきました。ありがとうございます。ボコ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 とするところちょっと くっつけてあげますので、こうボコボコボコこんな感じです。目をつぶってるお客様ではわかりそうな感じ。はじめて痛くない。どうぞ。全然痛くない。お客様にも機会を与えましたけども、お客様を含めて最近サロンの方どんどん注目が上がってますので、ぜひとも YouTube の方でご覧いただけたら幸いでございます。ありがとうございます。光栄です。ありがとうございます。あの、はい、昨日、はい、長戸さんがめっちゃ言ってました。本当ですか。コラボしたんですよ昨日。本当ですか。長戸さんにも YouTube でお世話になりありがとうございます。どうぞ引き続き、はい、よろしくお願いします。またよかったら僕お役に立てるだけあったらコンテンツでお役に立ててください。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。もう江崎さん見ました。江崎さんめっちゃ真面目な話してたじゃないですか。そう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 。大体真面目な話しかしないじゃないですか僕は。今視聴者さんに声かけていただいたんで、あのアンケートチャンスということで、美容師さんが今最も注目する、ドライヤーズバリ何でしょうか。ダイソン。ダイソン。おお。今日初ですね。ダイソンの理由は何でしょう。でも使いやすい。ああ、使ってるんですね。そうですね。確かにあれたまにホテルとかで置いててやるんですけど、すごいですよねあれも。使いやすいですよ。坂本響きです。坂本さん。はい、え、坂本。響きです。響きさん。いい名前ですね。美容師です、はい。ありがとうございます。あのズバリ聞きます。今一番注目してる、ドライヤー何でしょうか。リファですかね。あ、リファ。リファ認知度高いですね、うん、リファいいですか。使いたいんですけど。あ、使いたい。でも使えない。あ、使えない。あ、これの問題。全然大丈夫です。買ってもらってください、はい、いや、ありがとうございます。はい、いや、来ました。はい、来ました。ラグジュアリーブース、イエーイ。はい、出た出た出た、来ました。出た出た出た。もう来ました。またずっとそれやってるからね。福岡の京極さんです。福岡の京極です。そう。あ、湯気です。あ、そうそう、湯気さん、湯気さん、はいはい、あの湯気さんにご質問、はいはい、今美容界が注目するドライヤー、はい、もしくはこうあの自分が興味のあるドライヤー、ドライヤーズバリ何でしょうか。うちが使ってるのは復元ドライヤーです。あ、復元ドライヤー、はい、あのルーブル堂さんの。あ、やっぱ、はい、そうですね。低温でしかも650ワットしかなくて、はいはい、ハイパワーが出て電気代も半分になるっていう、もう革命的なドライヤーだと思います。復元ドライヤー、はい、人気ですね。レイコさんです。ちょっといきなりなんでびっくりなんですけど、僕もちょっとそのブースでイベントさせていただいてて、そうそうそう、後で会いに行こうと思ってた。そうなんですよ。アイブローの歴史を日本に作った方です。文化を、はい、18年間かけて。やばいっすよ。まあ、レイコさんはですね、あのアイブローのパイオニアのレイコさんがこの美髪、レイコさんあの美容室経営もされてまして、ね、4店舗やってます。そう、そんなレイコさんが使うズバリドライヤーなんでしょうか。使ってるドライヤー、ビールドライヤーっていうのを使ってるけど、はい、イオンの全然知らないですね。ビールドライヤー初ですね。あのしっとりする。あ、しっとりする。いや、変えて変わりました。あんま分かんないらしいです。正直者、はい、じゃあレイコさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、
アンケート終わりました。お疲れ様でした。10時から始めて、10時から始まり、もう今もう6時半です、夜の。もう疲れました、足が棒です。死ぬほど声かけましたね。死ぬほど声かけました。まあ皆さんご待望の結果発表ということで、まあ結構ね、まあまあ予想通りかなっていう結果ではありました、僕の中では。第1位レプロナイザーです。いやー、ユミエリーナさんのね、まあもうなんか 2D から始まり 3D、4D、7D、そして次はもう 27D までいって、もう価格も12万とかぐらい。 27D 使ってるっていう人はいなかったですね。あ、 27D 使ってる人はいなかったですね。ただあの僕は一応買いました。まあ美容家電マニアの一人としては、はいはいはい、うん、やっぱりリメリーナさん強かったですね、うん、はい、30人40人ぐらいかかりましたね。40人近くか。脳みそがすげえ疲れました。でアンケートだけで40人近く喋って、そうやね、で関係者の方と会って喋りまくって、で、1時間のブース出させてもらって喋り倒して、いやもう今日はで、ここからも帰り新幹線乗らないといけない。いや明日朝サロンワークなんで。なるほど。はい、まあ楽しみです、サロンワークは。ドライヤーの1位は今回、ビューザーレプロナイザーっていうことだったんですけど、アイロンコテの1位もちょっともう一個別の動画で上げてますので、ぜひ気になる方はそちらもチェックしてみてください。ちょっと待ってください。ぜひそちらも、そちらもいやー、僕の兄貴高木さん。こんにちは。登場です。あれ、ウィッグとハサミを申し込もうと思って、はい、って。いやいやいや、高木さん、ガメつい、ガメつい。もう準備もちゃんと、いやいや、もう終わりました。終わったの、はい、もう全部プレゼント終わりました。いいそれ、まあ、そうは言いながらも、はいはい、やっぱり大盤振る舞いの、ないない感謝祭だもんね。ないやいやいや。うわ、あ、すごい。おお、途中から映像が360度に切り替わるので、うん、その場で見渡していただければ。じゃあこれすごいよね。はい、撮影現場の体験ができるってことですね。すごいね、豪華。ここのさ、はい、サロンさんにさ、本当に実際にさ、うん、勉強しにさ、はい、なんか後ろでこうカットを見れるみたいな。あ、そうっすね。それぐらいのリアリティあるよね、うん、もう手元の練習になりますよね。目の前に来てエアーで練習するとかも。おっしゃる通りで、それこそ、はい、国家試験課題のバインディングとかっていうのを、はい、映像で勉強ができるので、はいはい、マジっすか。それこそ道具持っていただいて、はいはい、一緒に手を動かして、あ、実際、はいはい、こうやって、3、2、1、ラグジュアリー。じゃあ、また癒されて癒されて。